山梨県の広報誌ふれあい特集号春ボリューム44こんにちは声の山梨県の広報誌ふれあい特集号春ボリューム44をお届けします表紙は後藤知事の初登庁時の写真です花束を持ちにこやかな笑顔で県庁に入るところです後ろには職員の方々が並んでいますボリューム44の内容は 1> 1後藤県政スタートダイナミック山梨プラチナ社会構想実現に向けて2山梨近代人物館4月2日オープン3世界一の武者行列第44回信玄公祭り開催4住み慣れた地域で暮らし続けるために正しく理解しみんなで支える認知症5 公州統一ブランド食肉が勢揃い。六、情熱ユニバーシティ、ボリューム4鶴文化大学。七、山梨の春、ボリューム4 in、富士川口小町、上野棒プロジェクト代表、戸川信介さん。八、山梨の偉人たち、1九、近代山梨の石杖を築いた知事、藤村志郎。九、 山梨県政ニュース10イベント情報おしまいに「山梨のおもてなしレシピ4です後藤県政スタート」「ダイナミック山梨プラチナ社会構想実現に向けて」「2月17日ダイナミック山梨プラチナ社会構想の実現を掲げる後藤仁知事が就任」県民一人一人人が 個性特性を最大限に発揮しプラチナのように将来にわたって輝き続ける地域づくりを目指して新県政がスタートを切りました就任間もない後藤知事に山梨に対する思い思い描く山梨の未来そして県政運営への意気込みなどについて聞きました「知事に就任した今の気持ちは」 たくさんの方々のご支持をいただき、知事として山梨のために尽くしたいという思いが実現し、仕事を始めることができました。山梨の発展のために働ける喜びとともに、県民の代表として意思決定をしていく責任の重さというものを通説に感じています。県民にとってプラスになることを、従来の枠を乗り越えてやっていきたいと思います。農林水産省時代 そして議員時代山梨をどのように見ていましたか農林水産省時代にさまざまな事業や施策を検討研究する際ふるさと山梨に照らし合わせてみるとどうだろうと常に思いを巡らせていました役人時代は東京だけでなく海外でも暮らしました一方議員時代は誰にも負けないほど山梨の隅々まで回り 県民一人一人の話を伺ってきました山梨を外から国際的な感覚鳥の目で見てきてその後山梨のあらゆる地域を歩き様々な現場を虫の目で見たことでそれまで気づかなかった良さを発見することができましたどこに住んでいても山梨のことを考えていましたそれだけ生まれ育った山梨が好きだということです 人口100万人都市山梨を掲げていますが山梨が発展を遂げていくためには人口の増加が不可欠です100万人を実現するのは難しいと感じる方もいらっしゃると思いますしかし今の時代目標を持たない自治体経営はあり得ません共感していただける方を増やしていき地域も世代も性別も超えた県民の結びつきを強化して みんなで人口100万人の都市づくりに取り組んでいきたいと強く思っていますそのためには山梨が持つたくさんの魅力を有機的に連携させていくことが大切です触媒となってそれぞれをつなぎまとめ上げていくのが県の役割上手に連携しキラリと光る価値を強力に発信していくことで山梨の魅力はもっと強化できます そうすれば山梨に住みたいといとう方が必ずず増えるはずです山梨の魅力は一言で言えないほどたくさんありますがあえて一つ挙げるとしたら東京に近いい田舎だととうことですね自然豊かな山梨はまだまだ伸びていく余地がある可能性を秘めているということです特色あふれる地域資源を生かしていけるのです写真が三枚あります。 1>, 1枚目腕を曲げ肩のあたりで拳を作って立っている知事の全身の写真笑顔です2枚目就任にあたり県庁職員に新種の精神と県民に奉仕するという心構えを持って仕事に当たってほしいと訓示する知事最後はにこやかに談笑する知事の写真です写真終わり知事が目指す山梨の姿は 山梨には経済活動の基盤となるエネルギー供給力地域の魅力の源泉となる景観農業力県民の暮らしと経済活動を守る安心防災力がありますこの3つの力を強化し安定した雇用と豊かな暮らしが実現された社会そしてそこに住む県民が夢を持って輝いている社会こそ私が目指す山梨の未来の姿。 ダイナミック山梨です私には3人の子供がいます3人とも生き方も考え方も全く違いますがそれぞれに希望や夢を叶えてほしいと願っていますどの親御さんも同じ思いでしょうですから子供たちが夢や希望を抱いてそれを実現できる社会を作っていかなければならないと強く感じています大切にしている言葉や思いは 死しても初心貫くべし何をなそうとする時でもスタートの気持ちを忘れないことが重要です苦しい時にはこの言葉を思い出して原点に戻りますまた中学時代の校長先生からいただいた無限の可能性を信じてという言葉も大切にしています誰もがたくさんの可能性を持っています可能性を信じればどんなことにも挑戦していけます 私もこれまで可能性を信じたからこそ負けずに挑戦し続けることができました粘り強く諦めないことが私の良いところこれから県政を推進していく上で難しい課題にぶつかることもあると思いますが可能性を信じて挑戦し続けていきます県民の皆さんへのメッセージをダイナミック山梨の実現は とても大きな目標でであり挑戦ですしかし県民一人一人が思いを共有しその力を結集すれば必ず実現できると信じています私は初心を忘れずに粘り強く取り組んでいきます県民の皆さんぜひ建設的な意見をたくさん出してください力を合わせ一緒にワクワクドキドキするような躍動感あふれる山梨を作っていきましょう 写真がありますインタビューに答えている後藤知事です一緒にワクワクドキドキするような躍動感あふれる山梨を作っていきましょうと左側に書かれています写真終わり知事プロフィール後藤ひとし1957年7月22日生まれ座右の銘死しても初心貫くべし 無限の可能性を信じて「尊敬する人大久保利道坂本龍馬趣味読書音楽鑑賞旅行愛読書ローマクラブ成長の限界芝良太郎坂の上の雲子どもの頃の夢砂漠を緑にする農業土木技師生まれ変わったらなりたいもの躍動感ある時代に生まれ 世界平和に尽くす人に。写真が3枚あります。1枚は、明るい色のスーツを着た後藤知事のプロフィール写真。2枚目、少年時代。玄関前で男の子が2人笑っています。そして、ジェトロニューヨーク時代、出張先で、外国の街並みを背景に高台に立つ若き頃の知事です。写真終わり。 山梨の発展に向け動き出した後藤県政。このページは写真です。5枚あります。1枚目。2月17日、雪が降る中を初登庁。傘をさして登庁する後藤知事の写真です。2枚目。就任後の記者会見で報道陣に県政運営の方針を説明。大勢の報道陣を前に説明する知事。 3枚目知事の椅子に座り県政への決意を新たにする口を毎一文字に結んだ知事机の上には「知事後藤仁の名札があります4枚目2月26日就任後初の県議会本会議で所信表明を行った本会議の様子です最後に2月23日 富士山の日フェスタ山梨2015で会場の皆さんと富士の山を清唱富士山を守り伝える思いを共有した写真終わり動画で見てみよう後藤知事の初登庁スマートフォンの写真があります画面は知事が記者会見している様子です1スマートフォンまたはタブレットに JUNAIO ジュナイオの AR アプリをダウンロード無料2アプリを起動3この写真にかざしてスキャンボタンを押すと動画が始まります問い合わせ先秘書課電話055-223-1301ファックス055-223-1303インターネットは山梨知事の部屋 で検索してください「山梨近代人物館4月2日オープン」山梨県の歩みを象徴する貴重な文化財であり県の発展を支えてきた幾多の先人たちの思いが詰まった山梨県庁舎別館県ではこの建物の全面改修に合わせ中心市街地のにぎわい郷土への愛着を創出する場として同館内に 山梨近代人物館を整備し県内外の方々に山梨の魅力を発信していきます山梨を再認識発掘発見する山梨近代人物館は知っている山梨を再認識知らなかった山梨を発掘未来の山梨を発見創造を展示コンセプトに整備しましたおおむね明治時代から戦前までの間 山梨県の発展に貢献した人物や国内外で活躍した山梨県ゆかりの人物をパネルや映像などを使い紹介します人物は農林業、政治経済、国際交流、教育、芸術、学術など幅広い分野から50人を選定年2回展示会を行いテーマごとに9人ずつを紹介していきますまた2回には当時の知事室 3階には成長、特別な行事を行う部屋を復元しており、昭和初期の雰囲気を感じることができます。昭和の香りを今に残す県庁舎別館昭和5年に完成した県庁舎別館の衣装は、ルネサンス様式を平面にした精神なもの。建物を正面や上から見ると、山の字をかたどるなど、強度性が豊かで、 重厚な外観と静的な内部空間を持っています平成21年県の有形文化財に指定されました今回文化財的に価値の高い部分を創建時の姿に修復しました写真が2枚あります県庁舎別館の建設当時の外観写真清水建設株式会社所蔵と現在の県庁舎別館です写真終わり 1> 第1回展示のテーマは公衆財閥と近代日本を築いた公衆人日本が近代国家の形成を目指した明治時代山梨からは高い先見性を持った多くの実業家が登場しましまた彼らは鉄道や電力といった公共性が高い実業に大きな夢を見出し現代にもつながる日本の発展の基盤を築きました。 1> 第1回展示の9人が写真とともに紹介されています雨宮慶次郎甲州市1846年から1911年鉄道や製鉄業などに手腕を振るい神戸鉄道現 JR 中央線の一部の取締役となる小野金六韮崎市1852年から1923年 大0国立銀行東京支店長を務め、東京割引銀行を設立。富士見延鉄道、現 JR 見延線の設立にも関わる。葛西豊太郎、南アルプス市、1874年から1959年。政治家、中央実業会に進出したことを契機に、東北電力、関東ガスなど、電力関係の経営にも関わる。 小林一蔵新崎市1873年から1957年阪急電鉄宝塚歌劇団など阪急グループの創設者鉄道を拠点とした沿線開発は私鉄経営のモデルとなる田辺七六甲州市1879年から1952年政治家 実業家として多くの電力会社経営に参画、高楽園スタジアム、現東京ドームの設立に携わり、初代会長となる。根津一郎、山梨市、1860年から1940年。東武鉄道など全国の鉄道会社経営に関わった鉄道王。文化振興にも貢献、県内全小学校にピアノを寄贈。 早川範次笛吹市1881年から1942年東京地下鉄道現東京メトロを設立し東洋で初めての地下鉄上野浅草間を開通させる堀内良平笛吹市1870年から1944年富士急行の創業者富士を世界に開くを理念とし 富士山周辺の観光開発に尽力する和歌を一平南アルプス市1820年から1913年天秤乏から身を起こし一代で東京の電力や市電を支配するほどの財を成す県内初の貴族院議員写真提供阪急電鉄株式会社富士急行株式会社東武博物館 山梨中銀金融資料館準不動山梨近代人物館のイメージ画像があります鍵型に部屋が並んでいて長い方の端が展示室入り口です入るとまず導入展示室先人との出会い先人たちを育んだ山梨の厳しくも豊かな自然や風土文化についての映像が先人たちとの出会いを彩ります 次の部屋は人物紹介室先人を深く知るテーマに沿った9人の人物について詳しい情報を紹介しますその先に子供向け展示クイズに答えながら先人の人生が学べるコーナーもありますその次が情報展示室突き当たり鍵型の部分に王子を知る復元された旧知事室成長の姿から 山梨の歴史を肌で感じ先人たちが作ってきた山梨の歩みをたどりますその隣が県政歴史展示室県政の歩みを知る映像や写真年表を通じて県政の歴史を振り返り山梨の未来に思いを馳せますここが出口となります画像終わり旧知事室2階成長3階の写真もあります 山梨近代人物館山梨県庁舎別館2階3階甲府市丸の内1 6 1開館時間午前9時から午後5時まで4月2日木曜日は午後2時から開館記念式典を行います一般公開は式典終了後となります休館日第2第4火曜日年末年始入館料 無料問い合わせ先山梨近代人物館電話055-231-0988ファックス055-231-09913月中は学術文化財課電話055-223-1790地図があります東舞鶴通り西平和通り 南・勾配北通りに囲まれた県庁敷地内の中央の建物です。建物は北から、北別館、議事堂、別館、ここに山梨近代人物館があります。本館、そして勾配北通りに面して防災新館があります。駐車場は防災新館にあります。地図終わり。 インターネットは山梨近代人物館で検索世界一の武者行列第44回信玄公祭り開催4月3日金曜日から4月5日日曜日まで桜が咲き誇る4月初旬風林火山の旗が一斉にはためき甲府市内は信玄公祭り一色となります今回の新玄公役は 山梨の自然をこよなく愛する俳優山梨大使の片岡鶴太郎さん勇猛果敢な武田二重師匠と共に出陣式典を行うと片岡信玄公はいざ川中島へ祭りはクライマックスに向かいます侍の最大集合記録に認定された世界一の武者行列を楽しむあなたはもう戦国歴史絵巻の一員です 今年の注目ポイント。ポイント、祭りの迫力をより間近で体感。公衆軍団が平和通り両車線を更新。県庁防災新館前でパフォーマンスを披露し、お祭りの雰囲気、迫力がより身近になります。ポイント、全軍集結の出陣式典、新元港前で時の声。 舞鶴城公園で重厚感ある出陣式典を実施甲府駅南口では各軍団が新元公の前で時の声を上げ出陣を鼓舞しますポイント祭りを盛り上げるパレードと騎馬隊行進平和通りでパレード騎馬隊行進を実施し軍団出陣前に祭りの雰囲気を盛り上げます 新州上田おもてなし武将隊も特別出演します写真が3枚あります2枚は舞鶴城公園で全軍集結の出陣式典の様子もう1枚は更新する公衆軍団です写真終わり公衆軍団出陣は4月4日公衆軍団集結 午後3時45分から4時55分まで各陣屋から舞鶴城公園へ全軍集結出陣式典午後5時から5時30分まで舞鶴城公園公衆軍団出陣午後5時30分から7時15分まで舞鶴城公園から甲府駅前平和通り上等通りそして舞鶴城公園に戻ります。 鬼神式午後7時15分から7時40分まで舞鶴城公園祭りを彩る様々なイベント4月3日金曜日恋姫コンテスト午後5時から7時まで舞鶴城公園4月4日土曜日スーパー風ン火山パフォーマンスコンテスト午前10時30分から午後3時まで舞鶴城公園 風林火山総踊り午後4時45分から6時まで上等通り戦国体験コーナー午後1時から4時まで防災新館南側道路パレード午後4時15分から5時15分まで平和通り騎馬隊行進午後5時15分から5時40分まで平和通り輝きの祭典大宝飾展。 午前11時から午後6時まで5日は午前11時から午後5時まで防災新館山梨プラザ4月5日日曜日戦勝を祝うにぎわい城下町催しは剣道大野寺愛甲州寺子屋空手演舞会子供武者行列甲府林和太鼓演奏会午前9時から午後4時まで 舞鶴城公園及び周辺同時開催、新元校を思う茶会、甲府の歴史や文化に触れる茶会で心和む交流を、4日5日とも午前10時から午後3時まで、甲府駅北口クリスタルアース前ほか、にぎわい城下町、県産品展示即売や各種飲食コーナー、3日午後4時から8時まで、 4日午前10時から午後8時30分まで5日午前10時から午後4時まで舞鶴城公園及び周辺「新玄グルメ横丁」「県内のお酒やグルメが大集合」「4日午前10時から午後8時まで5日午前10時から午後4時まで」「中心商店街春日モール」「新玄公約」 片岡鶴太郎さんからのメッセージ「第44回新元公祭りで武田新元公を務めさせていただくことになり大変光栄です」「会の名称にふさわしく有猛果敢な新元公になりきり皆様方の前へ参上つかまつりたいと願っております」「日頃よりお世話になっております方々また県内外のお客様にお楽しみいただけるよう努めてまいります」 山本勘助役は川口京吾さんシンガーソングライター2004年桜で第46回日本レコード大賞金賞受賞山梨大使会場案内図があります公衆軍団出陣コースについて説明します舞鶴城公園に集結し出陣式典を甲府駅南口新玄港前で時の声を上げ 平和通りを南へ進みます警察署前交差点を左折岡島百貨店を通り過ぎて桜通り中交差点を左折し進みますそしてもう一度左折して一方通行となる神戸北通りへと入ります本陣と一部部隊は東京電力の手前を右折して舞鶴城公園へ向かい他の部隊は県民会館まで行進します 障害者優先観覧エリアは岡島百貨店横無棟ビルの前あたりです大型画面で出陣式典の様子を放映しますこの大型画面は3カ所舞鶴城公園内防災新館甲府市役所に設置されますなお開催期間中総合案内所が3カ所舞鶴城公園内新元構造前春日モールに設置されます また、舞鶴城公園内は4月4日土曜日午後3時から一部エリアが立ち入り宣言となります。会場案内図終わり。お問い合わせは山梨県信玄公祭実行委員会。電話055-231-2722代表。インターネットは信玄公祭で検索。 住み慣れた地域で暮らし続けるために正しく理解しみんなで支える認知症認知症は脳の病気による記憶障害や理解判断力の障害などのため日常生活や社会的な活動に支障が出る状態のことです厚生労働省の推計では65歳以上の高齢者のうち認知症の人は2012年時点で7人に1人 2025年には5人に1人に増加すると見込まれています今や誰もがなる可能性があるといえ人と事ではありません不安や苦しみ介護の負担などを抱える認知症の人と家族を地域から孤立させることのないよう認知症を正しく理解し見守り支えていきましょう早期発見早期対応が大切。 早期に発見して早期に対応すれば認知症の進行を遅らせることにもつながりますが本人や家族が認めたくない周りに知られたくないと思うあまり症状が進んでから病院などを受診することになりがちですチェック認知症加齢による物忘れとは違う中心となる症状はひどい物忘れ記憶障害 出来事や行為の一部ではなく全部を忘れてしまう日付時間場所人物などが分からなくなる同じことを何度も繰り返すなど相談は山梨県認知症コールセンターへ経験豊富な相談員が様々な悩みをお聞きします早期発見や適切な医療介護サービスなどに向けたアドバイスも行います もしかして認知症思い当たることがある介護の悩みを聞いて気持ちを楽にしたい利用できるサービスは電話は「0552227711秘密厳守」相談日時月曜日から金曜日まで年末年始祝日を除く午後1時から5時まで相談員 月曜日水曜日認知症高齢者の介護経験者火曜日木曜日金曜日保健師看護師など悩みや苦しみを抱え込まないで私たちにお電話ください山梨県認知症コールセンターへの電話は私ども公益社団法人認知症の人と家族の会山梨県支部明日たの会の会員がお受けしています 私たちが家族の会を立ち上げた昭和62年にはまだ認知症という言葉もなく認知症の方とそのご家族は無理解と偏見の中で大変な思いをされていました悩みを抱えて苦しむ方をサポートしたいそんな思いから会を発足させたのです気持ちを放り投げて徐々に発症のメカニズムが解明され 認知症は脳の病気によるもので誰もがなる可能性があるという理解も進みましたが介護者の負担、不安はとても大きなものです。私は話す、言葉で伝える、イコール話す、放り投げるとよく言っています。これは話すことによって心のわだかまりを一時的にでも放り投げてほしいということです。介護の仕方がわからない。 介護が辛いなど様々な悩みを抱え込まずにどうぞお電話ください経験と知識を持った会員が親身になって聞かせていただきます地域に小さな寄り添いを介護者を支え認知症の方を守るためには地域の協力も不可欠ですそこで私どもはお帰りマークを考案しました 徘徊は命の危険につながるケースもあります徘徊行動をとる方の一刻も早い保護のために見守りの輪が広がることに期待しております認知症の方とそのご家族が安心して暮らせる社会となるように言葉で寄り添う目で寄り添うアイコンタクトなど小さな寄り添いを地域みんなで大切にしていただきたいと思います 写真があります。認知症コールセンター相談員公益社団法人認知症の人と家族の会山梨県支部明日葉の会名誉会長平井出節子さんメモを取りながら電話相談を受けている平井出さん笑顔です写真終わり家族が認知症になったらと考えてみて理解しみんなで見守り支える 認知症の人はある日突然何もわからなくなるわけではありません周囲のサポートがあれば生活を維持することができます記憶はなくなっても喜怒哀楽は残っていますその感情を大切にし自尊心を傷つけないようにしましょう認知症のことを知り自分の住む地域にもその症状を持った人がいることを理解し見守り気軽に優しく声をかける そんな地域とのつながりが認知症の人と家族の孤立を防ぎ住み慣れた地域での心穏やかな生活につながっていきます認知症の人と接する時に大切なこと「驚かせない」「優しく自然な声がけ」「急がせない」「自尊心を傷つけない」「説得より納得つまり受け止めて肯定する」 おかえりマーク普及の取り組み行方不明になった認知症の人が無事に家に帰れますようにとの願いを込めて明日場の会が作成したワッペン徘徊していた人がマークによって発見されるケースが相次ぎ県も普及に力を入れていますおりりマークの写真がありますワッペンは縦1 1 5センチ横8センチで2枚になっています 上の布には人の形のマークがあり、連絡先の文字だけ見えます。めくると名前や連絡先を書く欄があり、安全ピンで留めます。必要な方は明日場の会事務局へ。電話055-227-6040認知症みんなで支えよう県制作 CMQR コードがあります。インターネットは cm 支える山梨で検索お問い合わせ長寿社会課電話055-223-1450ファックス055-223-1469インターネットは山梨認知症で検索公衆統一ブランド食肉が勢揃い豊かな自然の中で 丹精込めて育てられる山梨の食肉県では名称を「甲州で統一した自慢の食肉6種類を甲州統一ブランド食肉」と銘打ち全国から注目されるブランド食肉を目指して情報発信を進めています東京でメディアに PR「甲州統一ブランド食肉の夕べ」「甲州統一ブランド食肉のおいしさと 産地山梨の魅力を合わせて発信するため首都圏のメディア関係者らを招待し「甲州統一ブランド食肉の夕べ山梨県産ワインとのマリアージュ」を1月に開催しましたソムリエ田崎真也さんがプロデュースする山梨県産食材やワインが味わえるレストラン「ワイワイ」大文字文字字、のワイ、イハフン、小 W-I-N-E、東京日本橋を会場に ブランド食肉である甲州牛甲州麦芽ビーフ甲州ワインビーフ甲州富士桜ポーク甲州地鶏甲州法都市鶏それぞれの特徴を生かしたオリジナル料理と各料理に合わせた山梨県産ワインを提供ブランド食肉誕生の歴史や育成方法など美味しさが生み出される背景も説明しながら肉質やうまみを PR しました また田崎さんからは「甲州富士桜ポークのおいしい脂身には樽熟成した甲州ワインのナッツの香りがよく合う」「甲州牛のきめ細やかで風味豊かな霜降りのクリーミーさをシンプルに味わうには軽快感のある河口湖ピノ・ノワールを」など料理素材としての食肉の魅力と県産ワインとのマリアージュを解説していただきました。 6枚の料理の写真があります。甲州統一ブランド食肉のゆうべで提供されたオリジナル料理。1、甲州藤桜ポークのバラ肉と豆のトマト煮込み、ソーセージ添え。2、甲州牛のロースト、ビーフコンソメと共に。3、スモークをかけた甲州地鶏のコンフィ、クミンの香る里芋のピューレ添え。4、 甲州ワインで煮た甲州ホートシドリと干し柿のインボルティーニ、ゆずジャムと共に。5. 味噌風味のジャガイモを包んだ甲州ワインビーフのメンチカツ仕立て、赤ワインと味噌のソース。6. 甲州麦芽ビーフの黒ビールとイチゴの煮込み。イチゴとマスタードのソースと共に。レストランワイワイでの写真もあります。 招待客はずらっと並んだワイングラス料理のお皿を前に田崎さんの説明を聞いています写真終わり山梨のおもてなしレシピで甲州富士桜ポークのレシピを紹介しています調理師会会長おすすめ家庭で美味しく食べるコツ甲州牛品質ランク4・5等級に格付けされた黒毛和酒 柔らかい肉質鮮やかな色豊かな風味の舌触りが特徴おすすめ調理ステーキがおすすめ塩コショウをして焼いて隠し味にバターと醤油を素材の美味しさを生かせる調理法でどうぞ甲州鳳年鶏鳳が落ちるほどおいしいとその名がついた適度な脂肪があり柔らかく地鶏に近いうまみもあるのが特徴 おすすめ調理網焼きがおすすめ甲州地鶏より脂があるので醤油とみりんを合わせた甘めのタレで漬け焼きにするとおいしいですワインビーフワインの醸造過程で生まれるワインカスを飼料に使用きめ細やかで柔らかくほんのりと甘みのある肉質が特徴甲州麦芽ビーフウイスキーやビールの醸造過程で生まれる を料にしよう肉本来のうまみとジューシーな肉質が特徴この2つのおすすめ調理脂身のおいしいバラ肉は焼肉やシチューにロースはビーフカツに旬の野菜と薄切り肉で作る肉巻きもうまみを楽しめます甲州富士桜ポーク7年かけて開発した銘柄豚肉 うまみに富んでいて口の中でとろける脂肪とボリューム感のあるロースが特徴おすすめ調理焼いて豚肉本来の美味しさを味わってくださいまた小麦粉をつけて焼くピカタや油の美味しさを味わえる角煮もおすすめです甲州地鶏120日間放し飼いで育てる地鶏肉の締まりがよく 弾力のある歯ごたえと深い旨みが凝縮しているのが特徴おすすめ調理噛むほどに旨みが出てきます特にもも肉は軽く塩コショウをして焼き鳥にしたりシンプルに網焼きにしてどうぞ一般社団法人山梨県調理師会会長小林和義さんシンプルな調理法で肉本来の旨みを味わってみてください 甲州統一ブランド食肉を地元から広めてもらいたいと思います。甲州藤桜ポークのピカタ。味付けは塩コショウでシンプルに、小麦粉を薄くまぶして溶き卵にサッとつけ焼き上げます。写真があります。甲州ブランド食肉それぞれの6枚。皿に盛られた藤桜ポークのピカタ。そしてピカタを作る小林和義さんです。 写真終わり「問い合わせ先畜産課」「電話0552231606」「ファックス0552231609」「インターネットは畜産課山梨」で検索してください大学生の地域課題への取り組み地域貢献活動を紹介。 情熱ユニバーシティ出会いと発想が街を生き生き」と「ボリューム4」鶴文化大学学生の柔軟な発想と行動力が生む商店街の活性化。鶴文化大学社会学科環境・コミュニティ創造専攻の学生たちは地域課題を研究テーマに設定し解決策を提案できる能力を養う。 実践的な学びを深めています学生たちは今鶴市内山頂商店街の活性化と人々の交流促進のために斬新な企画を提案し地域を活気づけています目指すのは「みんなながが笑顔でつながる商店街人文科学研究イコール人間探究の学問」と位置づけ 地域の教育や文化福祉の向上のために貢献できる人材を育成している鶴文化大学社会学科環境・コミュニティ創造専攻の学生たちはプロジェクト研究授業の一環として地元商店街のイベントに参画若い力を発揮し活性化に一役買っています一年時のフィールド体験授業で山頂商店街を実際に歩き 商店主に話を聞くことで課題を見つけた学生たちは昨年12月商店街の皆さんと協力し「1丁100円商店街」100に,絵にし笑うを実現させましたこのイベントでは各店舗が工夫を凝らした100円の商品に学生が考案したポップを添えて販売商店街の多目的スペース3丁亭では お楽しみ抽選会や餅つき大会も行い商店街は多くの買い物客でにぎわいました大型店の出店などにより衰退しつつあった山頂商店街。商店主の高齢化も課題となる中で若者の視点から生み出されるアイデアと行動力そして新しく生まれた地域の人々との交流が商店街に活気を取り戻す力となっています写真があります 山頂商店街振興会のお揃いの発表を着た学生たちの集合写真みんな笑顔でガッツポーズをしています写真終わりグループリーダー社会学科環境コミュニティ創造専攻3年石山敦弘さん交流を深め学びながら地域をもっと元気にしたいフィールド体験で初めて山頂商店街を訪れたのですが 学生の街でありながら学生の姿は見当たりませんでした僕らの力で学生が集まる街にしたいそんな思いから商店街に積極的に関わることにしました地域に出ていくことで社会を知り商店街の皆さんと交流を深める中で僕たちは多くを学ばせていただいています地域の抱える課題も少しずつ分かってきたので これからも地域をもっと元気にしていきたいです。企画提案者、社会学科、環境コミュニティ創造専攻2年、伊藤類さん。多世代交流の大切さを感じ、100円商店街、100に絵に笑う。を提案しました。私の地元山形県の商店街で100円商店街を開催していて、小さい頃よく行きました。 楽しい思い出がたくさんあり鶴でもやりたいと思い提案しました地元にいるときはおじいちゃんやおばあちゃんと話したり当たり前のように多世代交流があったのに大学に入ってからは同世代としか関われず寂しく感じていましたみんなが笑顔でつながればとの願いを込めて「百円商店街百に絵にし笑う」と名付けたこのイベントをきっかけに 地域の皆さんと触れ合えるコミュニティが作れたらいいなと思っています山頂商店街振興会会長秋山博さん山頂商店街では毎月13日に富の市13を行っています50年以上も抽選会をメインに続けてきました少々おまんねり化を感じていたところに私たちでは発想できない 100円商店街のアイデアを学生たちが出してくれました商店街も高齢化が進んでいるので学生たちの活気は私たちの活力源になっています山丁商店街振興会事務局長金巻博さん学生たちが地域に関わってくれるのはとてもありがたいことです商店街の役員会に参加する中で学生も 予算などの制約や商店街の問題点に気づきそこから学び考えてくれています人が出会い新しいことを始めるとそこには新しいつながりが生まれ科学変化が起こるものです商店街が出会いの場であり続けるためにも学生たちにはこれからも臆することなくチャレンジしてほしいですイベントの写真があります 地域の人々と学生の声が響き渡る山頂商店街ひらがなで「山頂」と書かれたテントに買い物客が集まっています次は地元生産者から購入したもち米で餅つき大会学生が餅をついているところですその次店先には思わず手に取りたくなる100円商品クッキーが並べられポップには「 人用猫型クッキー100円とありますまた地図の写真もあります山頂商店街の可愛らしい地図は地元のランドマークとなっている写真終わり問い合わせ先鶴文化大学電話0554-434341代表ファックス0554-43 4 4インターネットは「鶴文環境コミュニティ創造」で検索してください「一瞬を大切にきらめく山梨の旬」「山梨の旬ボリューム4」in 富士川口小町地元川口の推しと富士山信仰の歴史をひも解き広く伝えたい」城のプロジェクト代表 戸川信介さん写真があります「大好きな川口浅間神社の前で川口浅間神社は上岸6年864年から始まった富士山の大噴火を鎮めるためその翌年直命によって海の国側に初めて建立された浅間神社と伝えられている」。樹齢800年を超える杉並木の参道や のの樹齢1200年の御神木、七本杉からも歴史の深さが伝わってくる浅間神社の前でジャージジー・パン姿で立つ戸川さんあごひげを蓄え笑顔です写真終わり。きっかけは一冊の本と偶然見つけた古い版木これは本当のことだろうかたまたま手に入れた古い川口湖調子には 戸川介さんが生まれ育った富士川口湖町川口地区の信じられないような歴史が綴られていました他の資料も手当たり次第に読みあさり改めて町を歩いてみるとそこには歴史を称するものがたくさん埋もれていました特に富士山との関わりは多くの人に伝えないともったいないって思ったんです生来の凝り性に火がつき2009年 川口に埋もれた歴史の掘り起こしと復興を目的に城の棒プロジェクトを一人で立ち上げました最初に発見したお宝は富士山信仰の同社の装束などにすられていた富士山五王法院図の範囲それは紛れもなく400年前に最盛期であった川口の推し町の存在を裏付けるものでしたそして戸川さんは絵柄から川口推しならではの 奥深い世界観を読み取りました推しとは富士山にも出る人たちの宿泊の世話から祈祷案内など一切を請け負った地元の新職者のこと川口地区には140もの推しの家が軒を連ね富士山信仰の一大聖地を形成していました江戸時代に富士港で栄えた富士吉田の推し町より歴史が古く 起源は平安時代末期にまで遡ると言われています原動力はただ楽しいってこと川口が大好きだってこと特に歴史好きなわけではないけれど知らないことが次々と出てきてそれがとんでもない話ばかりなんですごく楽しい地元で見つけた最高の遊びですね本気で遊びたいから真剣に勉強するし調べ物もします 川口に埋ももれれてていたものがそだだけ本物だってことです文献とフィールドワーク発見した宝物それらをつなぎ合わせていくと表舞台から消えかけていた郷土の歴史がぼんやりと形を成し誇らしく輝いて見えてきました今の地図には記されていない富士山北口最古の登山ルート「船津口登山道」の復活。 川口推し料理の再現そして推しの仕事の一つ「第三」の精神を復活させ2011年から続けている富士山震災復興祈願都会大好きな川口推しの歴史をひも解くのが楽しく世に伝えたいとの一心で取り組んできました何で田舎の神社がこんなに大きいんだろう昔から不思議に思っていた川口浅間神社が 2013年の富士山世界遺産登録によりその構成資産に信仰の対象としての富士山を物語る存在として世界に認められたのです川口にこそ北口富士山信仰のルーツがあると考える戸川さんが自らの主張を実証しようという決意をさらに強くした瞬間でした川口地区で見つかった富士山の神様 この花咲夜姫の古い木造が川口浅間神社に奉納されたというニュースも仕掛け人は戸川さんでした「今年は富士山の山開きに合わせてかがり火を復活しようと計画しています」「開国史によるとこんな小さな地区の3カ所でかがり火を焚いていたことが分かったんです」と目を輝かせます。今年の夏 富士山の登山道から下界を振り返るとちょうど川口浅間神社の上あたりに「天」の文字が浮かび上がって見えるかもしれません写真が3枚ありますはじめに発見した富士山五王法院図の範囲とそれを使った現代版富士山信仰装束五王法院 T シャツ次に川口古町史をはじめとする文献から「 川口地区の歴史だけ抽出し川口アーカイブスを作成した胸の文字は「うぶすな」と読み川口地区で独自に使われていた符号富士山が「日本の総鎮守」という意味がある資料を前に「うぶすな」と読む符号が書かれた T シャツを着て座っている戸川さんです最後に苦心して再現した川口推し料理新鮮献立 神様への供物を使用した料理を食すことで同社は身を清めその後神様である富士山に都会したという写真終わりインターネットは「城の棒プロジェクト」で検索未来を切り開いた郷土の誇り山梨の偉人たち十九。近代山梨の礎を築いた知事藤村志郎 1845年から1909年自らの力で幸福をつかめと県民に呼びかけた山梨県知事藤村志郎食産工業道路建設教育の振興を柱に豊かな発想力と類いまれなる実行力で近代山梨繁栄の礎を築いた口ひげを蓄え大礼服を着た藤村志郎の写真があります 尊攘夷運動に参加大正義理騒動後山梨県令に藤村志郎は1845年高賀2年熊本藩士黒瀬一財門の次男として生まれた10代で京に上り尊王攘夷運動に参加1863年文久3年に脱藩し翌源氏元年の「金門の変」では長州藩に加わり参戦した。 1868年慶応4年の戊辰戦争を勃発時には新政府軍の軍艦として北陸路を転戦この頃から藤村政を名乗るようになる明治政府では行政官として大阪府参事などを歴任した1873年明治6年1月前年8月の一期大正義理騒動の責任を取り罷免となった 蔵の後任として山梨県御礼に翌年10月山梨県令に承認した県民への対応を改善し県庁の信頼回復に尽力大正義理騒動での県の仕打ちを恨む者も多く県令の威信は失墜県庁への不信感が渦巻く中このままではどんな施策も効果を上げることはできないと考えた四郎は 山梨県植生条例、事務承定を発布「権利は人民の代理者であり権力によって束縛するのではなく人民の権利を保護し公益を重視して発展へと誘導するようとした」「そして砂利の上に座らせ要件を放させていたのを板の間に毛布を敷いて権利が県民と同じ高さで接したり県民宛て文書をそれまでの呼び捨てから〇,〇ど殿 とするよう改めたたりしたまた区長の代表を県庁に詰めさせて市政の相談相手としたり自ら県内各所に出向いて市政の意見に耳を傾けるなど県への信頼感の回復に努めた。血を注いだ植産工業と道路建設市政においては1873年明治6年4月20日に 物産腐食の国有を発し産資業の発展に県全体で取り組めば多くの収益が得られると県民に語りかけ大蔵省より貸与された資金を元でに日野原現北都市長坂町の開墾に着手「宗病桑の苗」を植栽する一方県産生と改良のため1874年明治7年甲府錦町に 県営製場を建設群馬県の富岡製糸場に次ぐ国内2番目の規模であったさらに福島など産資業の先進地へ伝習生を派遣したり150万本の装病を信州から手に入れて村々に分け与えたりとさまざまな産資業振興策を推し進めたまた県産キートを輸送する馬車が通行可能な道路の建設改修にも注力。 1874年明治7年1月の「道路開通告示」では山梨は交通が不便で商工業が発達しないこれを打破するため自力で取り組もうと呼びかけると村々からは道路用地の提供や寄付の申し入れが相次いだこれにより甲州街道や寸州王冠信州王冠といった主要交通路や橋梁の整備を進め道路県令と評された。 写真があります山梨県交付官業場の図山梨県立博物館所蔵教育の振興と性糸業の先進権への発展教育の振興にも意欲的で県民に学問に励み身を立てることが国の不況をもたらすととき生活の無駄を省いて小学校を整えるよう呼びかけた。1875 8年年明治には 他県に先駆けて山梨県市範学校を開設。翌年、甲府西基町に文明開化の象徴ともいえる義王風三階建て東八木校舎が完成した。後に藤村式と称される義王風建築の校舎の広がりとともに就学率も全国平均を遥かに上回るようになっていった。首郎の政策により山梨は製糸業の先進権へと発展。 1884年明治17年には県民1人当たりの農耕生産物価格が20円79銭全国2位となり県民の生活は豊かになった1886年明治19年地方官官制の制定により山梨県知事となった四郎は翌年愛媛県知事へ転任し山梨を去った晩年は故郷熊本で過ごし 1909年、明治42年1月、63歳で生涯を閉じた。藤村記念館の写真があります。国指定重要文化財、旧睦沢学校校舎、甲府市藤村記念館、甲府市北口2-2-1、電話、055-252-2762、1875年、 六沢村現甲市亀沢に建てられた代表的な藤村式建築の一つ2010年甲府駅北口に移転し交流ガイダンス施設として新たに開館「写真終わり」「記事監修、山梨の今をお届けする情報ページ山梨県政ニュース」 ハローキティが山梨の観光ナビゲーターにサンリオの人気キャラクターハローキティが富士の国山梨観光ナビゲーターに就任しましたハローキティが自治体の観光ナビゲーターになるのは初めて県では海外でも人気の高いハローキティの力を借り首都圏でのイベントや1月下旬に開設した「ハローキティ特設ホームページ」などで 山梨の魅力を国内外に発信していきます。今回の就任に合わせ、富士山や葡萄、桃、ワインをモチーフとした、山梨オリジナルのハローキティデザインも作成。ポスターやパンフレットにも登場します。写真、山梨観光ナビゲーターの助けをかけた着ぐるみのキティちゃんが両手を広げポーズをとっています。C マーク、1976。 2015サンリオカンパニー・リミテッドアプローバルナンバー G553845 写真終わりインターネットは山梨観光ネットハローキティで検索富士山世界遺産センター平成28年夏開館に向け着工山梨県富士山世界遺産センター仮称の記公式を 1>, 1月下旬に行いました平成28年夏の開館を目指すこの施設は富士山の世界遺産としての価値を国内外に分かりやすく伝えるとともに保全活動や調査研究の拠点となります建物は地上2階地下1階外観は景観に配慮して周囲になじむ色彩や和を感じさせる格子を採用します。 また、富士山の自然などについて学べる施設、富士ビジターセンターと連結するので両施設を行き来しながら世界遺産富士山の魅力を知ることができます写真世界遺産センター完成予想模型緑が植栽された敷地内に白い建物富士ビジターセンターと茶色の建物世界遺産センターがあります。 2つの建物は連結されています。写真終わり1対1のお見合いを仲介山梨出会いサポートセンター交付法人会館2階にオープンした山梨出会いサポートセンターでは結婚を希望する独身の男女を応援するため1対1のお見合いを仲介しています会員登録した方はセンターの専用端末で 会員のプロフィール情報を閲覧1回につき3人までお見合い相手を選ぶことができますまた出会いサポーターが日程調整をしてお見合いに立ち会いその後の交際をフォローしますイラストがあります満開の桜緑の山並み、富士山の景色の中に4組のカップルがいます1組の男性はイラストの中央に大きく書かれたワインの瓶から 女性の持つ大きなワイングラスにハートを注いでいますイラスト終わりインターネットは山梨出会いサポートで検索県内中小企業がトヨタ本社で新技術新広法を提案県と公益財団法人山梨産業支援機構は1月29、30日の2日間トヨタ自動車株式会社 および協力会社の担当者を対象に新技術新工法の提案型展示商談会を開催しましまた会場となった愛知県豊田市のトヨタ自動車株式会社サプライヤーズセンターには金属加工電子部品製造などを手掛けている県内中小企業42社がブースを設置し自社の製品部品を手に取りながら技術や品質 コスストト縮減策などのセーールルポイントをアピールしました山梨県として初めての取り組みとなった今回の商談会は自動車産業で世界のトップメーカーであるトヨタ自動車と県内中小企業との取引拡大のきっかけととなることが期待されます3月には OA 機器や工学機器などの大手メーカー株式会社リコーにおいても中小企業約30社が参加し 提案型展示商談会を開催するなど今後も県内中小企業の優れた技術を売り込むこうした取り組みを展開していきます写真説明に熱が入る出展企業の担当者大勢の人でにぎわっている会場の様子が2枚あります写真終わり触れ合いアンケート読者プレゼントアンケート 1> 問1今号の中で最も関心を持った内容は問2「山梨の夏あなたのイチオシは」スポット食べ物などなど「じ）、いたご意見の一部は夏号で紹介させていただきます」応募方法アンケートの回答と次の1から5までをご記入の上 はがき、電子メール、ファックスのいずれかの方法でご応募ください。1、郵便番号。2、住所。3、氏名。4、年齢、性別。5、電話番号。応募先。山梨県校長広報課ふれあい読者プレゼント係。はがき、郵便番号400-8501。 甲府市丸の内1-6-1電子メールアルファベット小文字で koucho.pref.yamanas.lg.jp 県名にふれあいプレゼントと入力ファクス055-223-1525締め切り4月30日木曜日 当日消し印有効商品の発送をもって当選発表に変えさせていただきます個人情報は商品の発送のみに使用します今回のプレゼント100%ブドウジュース小泉武雄博士監修抽選で10名の方に山梨おいしい会のホームページで通販もご利用いただけますインターネットは一般社団 美味しいし会で検索県立施設の最新情報をお届けイベント情報県立4館美術館文学館博物館高校博物館は小中学生高校生などの観覧料が無料です県立博物館笛吹市三坂町成田1501の 1, 1電話055261 ファックス「0552612632」開館10周年記念特別展微笑みに込められた祈り円句木籍展身部町古関出身の木籍は全国安弥しながら各地で仏像を掘り残した「差ジ聖」として知られています。船体に及ぶ像を製作したと言われ 現在は720体ほどが確認されています多くが満面の笑みを浮かべていることから未生物と呼ばれ人々を魅了し続けています今回は同じくサ物ツヒジとして名高い円空の作品も合わせて紹介します開催期間3月28日土曜日から5月18日月曜日まで観覧料一般1000円大学生500円 各種割引などあり詳しくはお問い合わせください仏像の写真が2枚あります「木磁作『小安観音菩薩』愛知県徳蔵寺像円空作『不動三尊栃木県清龍寺像」県立美術館甲府市久川1 4 2 7電話05「055」 228-3322 22ファックス055-228-3324特別展夜の画家たちロウソクの光とテネブリスム西洋美術が頂点に達したバロック期に流行したテネブリスムこれは夜や闇に刺す光や炎によって対象を浮かび上がらせる技法です。 今回の展示では江戸時代の阿王堂前から近代の高橋唯一山本放水を経て高島彌十郎までこの技法に魅了され日本のテネブリスムとも言うべき独自の明暗表現を手掛けた日本の夜の画家たちの作品を紹介します開催期間4月18日土曜日から6月14日日曜日まで観覧料一般1,000円 大学生500円各種割引などあり詳しくはお問い合わせください写真近藤光一郎下行の夜1913年山梨県立美術館像県立文学館甲府市九川1-5-35電話055-235-8080ファックス055 特設展田中冬治展「懐かしい日本の風景」田中冬治は懐かしい日本の風景や人々の暮らしの記憶を優しく成長な言葉で歌った詩人です第一詩集「青い夜道」以降生涯に18冊の詩集を刊行しました山梨では早川町奈良田富士北陸 八ヶ岳南禄などを訪れ川口村本須村三京富士ビューホテルなどの詩を残しました直筆原稿草稿ノート書画書簡などとともにその作品の魅力を紹介します開催期間4月25日土曜日から6月21日日曜日まで観覧料一般320円大学生210円 各種割引などあり詳しくはお問い合わせください写真が2枚あります田中冬児の顔写真と色紙の写真です田中冬児1894年から1980年福島市生まれ本名は吉之助次は市本住村色紙青い夜道初集の市の第一連 田中冬二のサインとともに落款が押されています写真終わりジュエリーミュージアム甲府市丸の内1 6 1山梨県防災新館1階山梨プラザ内電話0 5 5 2 2 3 1 5 7 0ファックス0 5 5 2 2 3 1 5 7 2企画展カラーカラーカラー ジュエリーの色彩赤青緑黄色オレンジピンク紫などカラーストーンの色はそれ自体でも人々を魅了しますがジュエリーとして生ままれ変わった時その魅力は何倍にもなります。今回は各色のカラーストーンを使った作品をはじめとして色の組み合わせやデザインに工夫が凝らされたミックスカラーのジュエリーなどを展示し季節感あふれる色彩美を紹介します。 開催期間6月15日月曜日まで観覧料無料色鮮やかなジュエリーの写真が4枚あります県立科学館甲府市多子町358-1電話0552548151ファックス0 5 5 2 4 0 0 1 6 8プラネタリウム番組 この星をもっと知りたいから僕は一人旅に出るこの星全体は君そのものだから世界を旅する男性が恋人に宛てた手紙を通して奇跡の星地球を情景豊かに描きます開催期間7月12日日曜日まで午後2時45分から3時30分まで観覧料大人310円 小中高校生120円入館料別途幼児120円入館料無料土曜日は高校生以下入館無料県立高校博物館甲府市下曽根町923電話055-266-3881ファックス055-266-3882 貝の侍ゆかりの遺跡城館屋敷墓侍はローマ字です室町時代から江戸時代にかけて活躍した山梨県ゆかりの武士をテーマにした展示です彼らに関連する城や館屋敷の発掘調査で発見された遺物ゆかりの遺跡彼らの眠る墓などを紹介します開催期間4月25日土曜日から 6月14日日曜日まで観覧料無料「写真があります兜前立て日本柳遺跡南アルプス市富士山科学研究所富士吉田市上吉田麻県丸尾5 5 9 7 1電話0555726202」「ファックス0 5 5 5 7 2 2 森のお話し会絵本の読み聞かせ幼児から小学校低学年の子どもたちに絵本を通して自然に触れ親しんでもらいます「お話し会」の30分前には折り紙教室も開催します開催日時4月12日日曜日5月10日日曜日6月21日日曜日7月12日日曜日 時間は1午前10時30分からと2午後2時からです参加料無料森の中での読み聞かせの写真があります県立図書館甲府市北口2-8-1電話055-255-1040ファックス055-255-1042資料紹介展示 子供に勧めたい本2015県内図書館の司書が推薦する2014年に出版された児童書を紹介しますまた本の内容を説明したブックリストを無料で配布します開催期間4月22日水曜日から5月12日火曜日まで観覧料無料昨年の展示の様子の写真があります 山梨のおもてなしレシピ4甲州藤桜ポークのオレンジソース肉質が柔らかく甘みのある甲州藤桜ポークを赤ワインとオレンジの香りが引き立てますジューシーな肉のうまみに果実の爽やかさがプラスされた春を感じるフレッシュな一皿が出来上がりました材料2人分甲州藤桜ポークロース2切れ オレンジ1個、塩コショウ少々、小麦粉適量オリーブオイル適量オレンジリキュール大さじ2白だし小さじ1赤ワイン大さじ1バター 20g パセリミニトマト適量作り方1甲州藤桜ポークの両面に塩コショウをして小麦粉をまぶす2 オレンジはヘタを落とし縦半分に切り半分は果汁を絞る3残り半分のオレンジはまず表皮の一部 3cm 角程度を薄く剥いて千切りにする次に身から皮薄皮種を取り除き房の形を整える4フライパンを中火にかけてオリーブオイルを入れ1の両面をソテーしこんがりと焼き色がついたら一度皿に取る 5. フライパンにオレンジリキュールを入れて熱しアルコールを飛ばしたら2のオレンジの絞り汁白だし赤ワインを加える65が煮詰まってきたら3のオレンジの実を入れて熱しそこに甲州藤桜ポークを加え再びソテーする76にバターと3のオレンジの表皮を入れ香り付けをする8 肉の中まで火が通ったら皿に盛り付け、みじん切りのパセリとミニトマトで彩りを添えて出来上がり。ワンポイントアドバイス。ソースの材料はあらかじめ揃えておき、手際よく加えていくのが美味しさの秘訣です。料理監修、フードコーディネーター、足沢かなえ。動画で見てみよう。1. スマートフォンまたはタブレットに。 JUNAIO ジュナイオの AR アプリをダウンロード無料。2、アプリを起動。3、料理の写真にかざしてスキャンボタンを押す。甲州富士桜ポークのおいしい食べ方を甲州統一ブランド食肉が勢ぞろいにも掲載しています。広告です。広告の内容については広告主にお問い合わせください。 まずリスパークル宝石貴金属切手ロレックスオメガなど買い取り大歓迎ぜひ他のお店と比べてください納得していただける自信があります金プラチナダイヤ高価買い取り1テナントを借りての営業ではありません2最小人数での営業で努力をしています3県内どこでも無料出張いたします 古物証許可番号。山梨県公安委員会許可第。第471012000023。リスパークル。プリーダイヤル01。0120916848。DPG プランニング。甲府市愛おい2-6-9。電話05。055-267-8822。営業時間。10時から18時まで。 定休日・日曜日。地図があります。旧アイボイ小学校の向かいです。次に、保健クリニック・交付昭和店。保健についての不安や疑問、また加入している保健の分析から処方までアドバイスする、いわば保健のお医者さん。テレビや新聞などの様々なメディアでも紹介され注目の来店型ショップです。 お客様に合わせた丁寧な説明と分かりやすい資料が好評です取扱保険会社ソンポジャパン AIU 損害保険会社第一生命 NKSJ ひまわり生命アフラック東京会場安心生命メットライフ生命オリックス生命ソニー生命富士生命メディケア生命三井住友会場アイオイ生命 予約制です。キッズスペースあり。あなたの保険のホームドクター、保険クリニック、交付昭和店。フリーダイヤル、0120-028-929。http://www.peace-i.com/.clinic/. 郵便番号409-3866山梨県中駒郡昭和町西場5235電話0552986931営業時間10時から18時まで定休日年中無休地図があります伊東洋華道交差点近くライトオン甲府昭和店の向かいです 着物朝川大振袖店着物浅川は最高の成人式をプロデュースいたしますインターネットは「着物浅朝川」で検索株式会社「着物浅朝川」フリーダイヤル0120971358甲府市青沼3824営業時間午前10時から午後7時まで水曜日定休 地図があります。青沼通セブンイレブン向かいです。次に、天然水のふるさとと森の蒸留所へいらっしゃいませんか工場見学実施中。サントリー天然水南アルプス白州工場白州蒸留所。スタッフが天然水の製造工程をご案内。ウイスキーの貯蔵庫を見学。郵便番号。 山梨県北都市白州町鳥原2913-1工場見学のご予約お問い合わせは電話5 5受付は9時30分から16時30分までインターネットはサントリー「工場見学へ行こう」で検索。 有効期限2015年9月までの記念品引き換え券があります1グループ4名まで他県との併用付加見学受付にお持ちください「山梨県の広報誌ふれあい特集号春 v o l 4 4平成27年4月1日期間山梨県校長広報課発行 郵便番号400-8501甲府市丸の内1の6の1電話0552231339ファックス0552231525山梨の県有林は森林管理認証を取得し世界的な基準で豊かな森づくりを行っています。ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 fsc www.fsc.org fsc c 023103山梨の森の印刷紙この印刷紙には fsc 森林管理認証を取得した山梨県有林からの木材が使用されています 以上で、声の山梨県の広報誌、ふれあい特集号春ボリューム44を終わります。制作は山梨ライトハウスでした。